それでは試合開始前に、今回ペットパドルキャットブルカオ選手の来日に関しまして、大変ご尽力をいただきました参議院議員須藤元吉様より両選手に激励の花束が贈られます。須藤元吉より花束の贈呈です。須藤さん、今回はこの試合を実現的にご尽力をいただき誠にありがとうございました。ドアナ開口、ついに外国人選手がやってまいりました。入国が特別に許可されました。この第一歩、大塚を踏み出す形となっています。大きな拍手をお送りください。ペットは今月9日に来日、3日間の隔離の後バブル形式で今日この日を迎えました。それではただいまより本日のメインイベント第14試合、スーパーファイト65キロ契約3分3ラウンド延長1ラウンドを行います。青コーナー、171センチ、64.7キログラム、キャットブルカオ所属、クローリー世界フェザー級王者、栄光の絶対王者、ペットパドブルキャットブルカオ。65キロ世界最強の男です。ペットパドブルキャットムーカオ、ついにやってきました。175センチ、64.75キログラム、ファシリートファイトチーム所属、ライズデッドアライブ2020アンダー63キロトーナメント優勝、第6代ライズライト級王者、魅惑の秀才革命人、原口本物かどうか、結論はこの試合で出されます。長い隔離期間を経て、ついに2人がリング上を向き合いました。フェイストゥーフェイスです。ライズワールドシリーズ2021大阪2丸善インテックアリーナ大阪からお届けしています。メインイベントスーパーファイト65キロの契約3分3ラウンド、改めて放送席には那須川天心選手と志郎選手のダブル解説、ゲストは福井セリナさんでお届けしてまいります。お三方改めてよろしくお願いします。お願いします。さあ試合がスタートしました。那須川さん、はい、ついにペットがやってきましたね。そうですね、まあ、でも向かい合った感じ、その思ったより小さいなっていう感覚ですね。原口選手が大きいなっていうのは、はい、勝機はあるかなと思います。そうですか、志郎さんはどんなことをお感じになりました。まあそうですね、まあ、今みたいにまあ空手系の技じゃないですけど、まあ、ロー、はいはい、うわー、キック圧力できます、はい、いや福井さん思わず声が漏れますね。すいません、叫んじゃいました。いやもうこれはしょうがないです。ペットの圧力、それから迫力というのはもう本当にダイレクトに伝わります。まあ、本当にこのルールに慣れてるなと思います。そうですか、まあ、グローリーのチャンピオンですからね。あでも何と言いますか、那須川さん、こう圧がありますよね、ペットはね。そうですね、圧力もありますし、非常にこう、まあ、蹴りの威力一発一発重いですね。はい、白田さん、さっきのロー2つ続けて打ったあたり、ご覧になっていかがですか。まあ、ロー打った後にもしっかり、まあ、前蹴りとかで離していくんで、ちょっと入りづらいな。どう来るか、またローキックです。どう入っていくか。ロー選手その離れ際の蹴りとか、はい、パンチが結構いい感じなので、そこをうまくつければ、まあ、入る可能性はありますよね。離れ際ですね、ミドルキック、この左ミドルが白さん強烈なんですよね。そうですね、本当に一発かになるとパンチが入るんで、はい、でも三日月蹴りちょっとまだ反応できてないですね。あ原口の三日月バックスピン、原口のバックスピン得意技です。多彩な蹴りを持っています左ミドル、そして組んだワンタッチのワンアタックまでは認められています。ライズのルールバックスピン、もう一発近い距離、ロー攻撃で終わっています。ペット左オーバーハンド、ワンキャッチもあってくるうまいですね。この
の辺は志郎さん、やっぱりグローリーのチャンピオンですからね。そうですね、本当になんか今までのタイ人いないタイプですよね。はい、それから那須川さん、はい、あまりこう、ね、タイ人はこう様子見る人多いんですけども、ね、どんどん来ますよね。来ますね、はい、前来ますし、今変速ね、カバーとして出したし、はい、原口選手の大技出しちゃうと、ね、ちょっと怖いですね。そうですね、頭のちょっと頭下げる必要があるんで、はい、そこで狙われない。原口は頭下げないようにということですね。こんな圧力かけても多分、はい、ないと思うんで、ちょっとここで面食らわなきゃいいなっていうのはありますね。やっぱりここは平常心を保ちたい。そうです、保ちたいです。はい、はい、ちょっとでも回転を出しすぎるともう慣れちゃうと思うので、まだちょっと溜めといてもいいのかなっていうのも思いますね。やっぱり奇襲ですからね、こういうのはね。ここでゴールです。第1ラウンドが終了。と言いますね、福井さん、3分どう感じになりました？いや、そうですね、このヘッド選手の圧力って何なんですかね。それこそ並んで体が特別大きいわけじゃないのに感じる圧力、まあ、なんかヘッド選手なんか戦ってみると分からない強さが多分あると思うんですよね。なんかグローリー時代も2年連続なんかハイキックで KO してたり、みんな警戒してるはずなのに、まあ、みんなもらってるんですよね、はい、彼そういった強さがあると思うんで、まあ、攻撃の際がちょっとこう得意だなって思いましたね。お、離れた後にピュッと前に自分から出たりとか、そういうところプレッシャーかかるんじゃないかな。あと蹴りが重いんで、はい、まあ、そこで結構プレッシャーかかりてるかな。原口選手の場合どちらかというと当てる、切る蹴りなんですけど、はい、ペット選手を押して倒す蹴りなんで、そこで圧力もかかるのかなとは思いました、ね、なるほど、かなり押しの強い蹴りを持っていますペットです。さあ第2ラウンドの始まり、グローブを合わせます。ついにやってきました、世界最強の男です。65キロ最強と言われるペットを刻みます。まあ、それから松川さん、あの回転系の技あんまり出さない方がいいというご指摘ありましたね。そうですね、うん、多すぎても、はい、この感覚めっちゃいい、ね、警戒されてしまうんで、警戒されてない時にやってたのミドル、はい、組み際慣れてますね。そうですね、してそれから組んでというペットの動き、またプレッシャーです。いや、シローさん圧力がやっぱすごいですね。まあ、プッシュしてが上手いですね、はい、うん、ロープギアで、うん、押して相手は避けれないんで、あと自分が最後優位な体勢で終わってますよね、はい、膝でポイント取って。確かに那須川さん、あのペットの攻撃で終わってる印象がありますよね。そうですね、ありますし、ポイント印象がいいのはペット選手なのかなってこう思っちゃうんですよね。ギルスギが一緒だと、はい、またプレッシャーです。あー、そして組んでのワンアタック、これですよね。こういうところですね、はい。それから志郎さん、ちょっと脇腹のあたり原口赤くなってますかね。そうですね、まあ、まあ、カットしても多分痛いパターンあるんですよ。自分何回も警戒したことあるんで、はい、ペットの強力な左ミドル。原口選手全然ちょっとパンチ打ってないんで、はい、そう、こういう今のカウンター、はい、ちょっと集中力切れてるんで今、原口、原口、はい、ちょっと下向いたりとかするの多いんで、強気でもうそのこういう離れ際とか、はい、膝が効いてますかね。そうですね、捕まえての膝、もっとパンチをこうコンパクトに出せればなと、はい、蹴りで勝負しようとしたら、回し回転蹴り、バックボーンには空手があります。原口健人、パンチから、パンチから、ペットが本当にこの戦い方ライズルールしっかりと対応しています。また掴んでの膝です。ちょっと志郎さん、このワンキャッチワンアタックが本当に絶妙ですよね。もう本当なんかこのルールの、うん、トップレベルですよね、はい、レフリーも注意しないっていうかできない、そうですね、来た。さあペット出てきた、残り30秒切っています。来たところに患者は、そうですね、カウンターしかないと思いますね。あ、ペット選手前に出てきてくれるので、はい、膝
技自体はダメージ来てるんですかね。ありますね。かなりもらってますからね。さあ残る時間が少ない。ラニラウンド出てくる。ペット左に入った。また膝、あ膝連打。大きくならずに、ね、一発でいいんで、はい、細かくまっすぐ前に出していくんです。はい。さあ、そして白さん、今ちょっと連打ありましたよね、膝。そうですね、まあ、まあ、いけると思ったんじゃないですか。まあ、それぐらい早口選手が弱いですね。ここでゴング、第2ラウンドが終了。終盤でイエローカードが提示されました。ペットに対してイエローカードです。本当に余裕そうですね、まだ。なんかそのままだと結構差を感じるんですね。なんかこう一矢報いてほしいなっていうのはありますか。改めて那須川さん伺いますか。原口、はい、このどうすればいいですかね。うん、そうですね、まあ、もう本当に今ポイント取られちゃったと思うんで、はい、ビビらず、あのカウンター細かくでいいんで合わせるっていうことを意識すればリズム組み立てていけるんじゃないかなと思います。はい、シロさん、あと1ラウンドですよ。そうですね、まあ、ポイントを取られてるつもりで、うん、まあ、フォーブリにならないで、まあ、細かいというか、まあ、内側から感じて、うん、まあ、ダウン取られてきていいんじゃないかなと思いますね。まあ、カウンター出てきたところを狙った方がいいというお話もありました。さあ、次のラウンド、3、4、気持ちで負けるな、気持ちで。最後のラウンドです。まあ、那須川さん、気持ちの部分が気になりますよね。気持ちで負けたらダメですね。はい、相手は最強と言われる男、ペットです。この強い相手は原口が望んだものです。そう、嫌がってる。明らかに原口強くもあります。ペット、いやー、見逃し、パンチから、すごい音、パンチから、はい、狙ってると思うんですよね。はい、ここから最後ハイキックですか。やはりペットの圧力が衰えません。どんどん来ます。原口が後ろに下がる。そこ、あ、逆にダメですね。ってしまった。ちょっと弱気になってる。ダメですよ。那須川さん、こうやってあの後ろに下がる原口、珍しいですよね。そうですね、下がりながら狙うっていうスタイルじゃないと。はい、出しながら出しながら、ペットのパンチが出てくる。そして膝、どうだ。なんとか反撃の糸口を見つけたい。パターンは大体分かってきたんで、ペット選手の、はい、その近く行ったら、あの左のストレートが振ったんで、それに合わせるように細かく打っていくしかないですね。ただ時間が過ぎていきます。あと1分半です。合わせるしかない。もうペットの攻めのパターン、アーチは見えているか。腹も効いちゃってますね。はい、ちょっと白さん、後ろに下がるのが気になりますよね。まあ、精神的にも、スタミナ的にも、はい、落ちてきているので、リラ蹴り、はい、危ない。その余力が残ってるのかなって。ペットは一体の状態を感じているか。あと1分です。ここから右反撃を返す。そしてすぐに組んできました、ペット。いや、那須川さん、今のパンチどうですか。今のパンチ、そうですね、狙いは良かったんで、はい、相手のもうちょっと増やしたいですね。ペット選手、手前にして前に出てくるんで、はい、まあ、アッパーとかまっすぐめのパンチの方がいいのかな。強いジャンプとかでもいいんで、はい、残り30秒です。残り30秒しかない。時間は過ぎていきます。出てくる、怖いな。もうでも流してますか。入ってます。ペットはもう流す体勢に入ってるか。そして組んできます。ああ、もう表情余裕があります。笑っています、ペット。65キロ世界最強の男、ここでゴング。試合終了。最終ラウンドが終わりました。強かったですね。これまで見たことがない原口の表情。いや、那須川さん、いかがでした。生で見たこのペットの戦い。うわ、そうですね、圧力も強かったですし、なんすかね、こう、まあ、このルールに本当慣れてるなというか、
なんかまあテクニック差がだいぶ出たっすね。ムエタイバックボーンの四郎さんにも伺いましょう。いかがでした。まあ、パンチの方が多分苦手意識は多分あると思うんですけど、ペット選手自体は、はい、うん、でもやっぱり相手は非常に組みに行って距離潰したり、まあ、うまかったですよね。30対29青ペットパノムル、ジャッジ大沢、30対28青ペットパノムルン、腹打ち破れました。ジャッジ永瀬、30対28青ペットパノムルン、以上3対0の判定を持ちました。ユナニマスディシジョンです。ペットパノムルン、ジャッジ1名が30対29、2名が30対28、いずれもペットパノムルンを指示いたしました。腹打ちケット破れました。福井さん、はい、いかがですか。いや悔しいですね、勝って欲しかった。いやでももう強かったですよね、本当に。原口がこの駆け上がっていく姿というのは福井さんも、ね、ご覧になってきたと思いますけども、先に引き上げていきます原口健人、その背中が無念を語っています。改めて那須川さん、今日の原口はいかがでした。まあ、そうですね、なんかこう、まあ、勝負で負けたっていうよりかは、なんだろう、もうハートで負けてしまってたなっていうのは、率直な感想ですかね。まあ、ただね、ペット選手も強かったですし、はい、そうですね、ちょっと悲しい気持ちはありますね。まあ、ネクスト天心という言い方もされていた原口なんですけども、なんとも複雑でした。複雑ですね、まあ、世界の壁はまだ遠いのかなっていう気もありつつ、まあ、あの世界をここで知れたので、はい、今後そこからどんな復活ストーリーを、ね、本人が出してくれるかっていうのが楽しみかなと思います。はい、四郎さんは原口目線でいうといかがですか。そうですね、まあ、最初に今大振りっていうのは大技を出しすぎてっていうのもあると思いますけど、やっぱりなんかグローリーのチャンピオン本当に世界最強なんだなってなんか見せつけられた感じですね。でもなんか本当に、まあ、日本の格闘界としてはなんかグローリーっていうのがこうやって見えたので、はい、まあ、いいことだと思いますね。あ、確かにそうですね。ก็สวัสดีครับทุกคนก็เป็นครั้งแรกครับที่ผมมาชกที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็รู้สึกยินดีมากครับดีใจที่ได้มาที่นี่ครับเพราะญี่ปุ่นเป็นเมืองที่สวยครับน่าอยู่ครับผมก็ชอบเหมือนกันครับแล้วก็สำหรับคืนนี้ครับคู่ชกเคนโตะฮาราโกชิก็มาแข็งแกร่งมากครับก็เป็นผู้ชกที่เก่งเลยคนหนึ่งครับก็ว่าได้ครับผมก็ขอบคุณแฟนมวยชาวญี่ปุ่นแล้วก็แฟนมวยชาวไทยและทั่วโลกครับที่คอยส่งกำลังใจมาให้ผมนะครับวันนี้ผมทำสำเร็จแล้วครับขอบคุณมากจริงๆครับみなさん応援してくれてありがとうございます。今回日本で試合のは初めてです。日本で試合したので、あの呼んでくれてライ様にありがとうございます。そして相手の花口選手は思った以上強かったんです。とてもいい選手だと思います。これから応援してください。ありがとうございました。ありがとうございました。今一度盛大な拍手をお送りください。初めて日本にやってきましたペット・パノムルン、今月9日に、まあ、日本の地を踏みまして、そこから隔離期間、さらには、まあ、何度も PCR 検査を受け、そしてバブル形式、本当にあの周囲と遮断いたしまして、この会場にやってきました。今日の一戦を迎えました。さまざまな障害を乗り越えて今日このライスのリングに上がってくれたペット・パノムルン、日本のファンも
はりここは敬意を持った、視線でこのペットパノムルンを見つめています。さあ最後大阪のリングメインイベント、センターに立ったのはペットパノムルンでありました。日本の原口健闘判定3対0で下しております。さあお届けしてまいりましたサイゲームスプレゼンツライズワールドシリーズ2021、最後リングの中央に立っているのはペットパノムルンでありました。全ての試合が終了いたしました。